民間の資金を利用して佳境事業を展開するという閣議の決定も得て計画を進捗をさせておりましたが、しかしその後自民党政権になり計画は立ち消えになったのであります。もちろんこの経緯で成り代わりを立ててらっしゃる皆様方の生活は別な事業でしっかりと守る、政治は皆さんの生活を支えるためにある、皆さんの暮らしや仕事を支えるためにある、川内の氏はずっとそう信じて政治活動をしてまいりました。これだけ物価が上がって暮らしが厳しくなっているときに、自分たちは3000万、4000万裏金作って脱税して、何のおとがめもない、しかも選挙にまで出てくれる、公認じゃ非公認じゃと裁判の記録では裏金問題は派閥の組織的犯罪である、事実認定されている、だけど個人の問題にすり替えてこの選挙さえ乗り切ればよいのだというような大変恥ずかしいことを自民党がしています。もう自民党の政治は限界でしょう。川内の氏が申し上げるまでもなく、みんながそう思っているのではないかと思います。だからこの川内の氏を何としても当選をさせてくれ、勝たせてくれと、長妻昭さんがわざわざ東京からこの川内を応援しに来てくれて、桜島まで伺わせていただきました。この前ですね、あるお宅にお伺いしたら、そのお家のご主人様の後ろから小学生がとことこと出てきて、おじさんは何をする人なのと聞かれたわけです。私は政治家ですよと川内博士と言います。その少年に答えました。そしたらその少年が、自民党は増税ばかりしたがるからダメだと思いますと。私は言ったんじゃないですよ。その少年が、自民党は増税ばかりしたがるからダメだと思いますと言ったわけです。43兆円も何に使うかわからん、防衛費を増やすと、防衛増税すると、いい加減にせよと、みんなの暮らしが今厳しくなってるんだぞと、だからその暮らしを支えるための予算を組んでよと、予算を使ってよというのが多くの皆さんの思いではないかと思うんです。だから何としても勝ちたいんです。勝たなければならないんです。皆さんの生活を支えるための政治を、川内博士は桜島発展のための政治を、川内博士は必ずや皆様にお約束を申し上げます。どうか皆さん、今回の総選挙、川内博士と押して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 押しまくっていただいて、何としても勝たせていただくよう心からお願いを申し上げ、長妻昭さんに、この桜島に観光に来た人も、桜島に長妻さんがいたというのは話題になりますから、土産になりますから、ぜひ聞いてください。
ご紹介します。長妻明さんです。桜島の皆様こんにちは。東京から参りました。いや東京は結構涼しいんですが、こちらは本当に暑い一日でございますが、この同じ暑い戦いを今懸命にしている川内博士、私の隣の川内博士さんの応援に参りました。長妻明と申します。ありがとうございます。頑張ります。皆さん、我々は今度の総選挙で政権交代を目指して、政権交代こそ最大の政治改革ということで今取り組んでおります。かつて、民主党政権、この時もしがらみがない政権ができた。そこでいろいろなことが前に進みました。例えば皆さんの年金はどうでしょう。皆さんの年金記録が消えてた。しかし政府は認めない、自民党も逃げ回ってました、政権が変わって、政権が交代して、いろいろなしがらみが解けて、今や1600万人の人の年金記録が戻った年金は 2.9 兆円という、すさまじいお金が戻ったわけです。これ政権交代なくて自民党が逃げ回ってたら、これ皆さん泣き寝入りでした。年金定期便というのも皆様に毎年届いていると思います。いくら過去年金払ったのかという記録がこと細かに書いてあるのが皆さんと届いてるんですね。これも我々が政府に強く要請をして実施させて、さすがの自民党も止めるわけいかないので今も続いてます。スウェーデンのオレンジレターというですね、手紙を参考にして我々作ったんです。これどれだけ皆さん安心感をお持ちになったんでしょうか。政治の本来の役割というのは、皆様の不安を安心に変える、これに尽きると思う。不安の原因を政治が作っているケースが非常に多いんですね。でそのために政治というのは、皆様から集めた税金や社会保険料を不安を少しでも減らすために有効に使う、これが筋なんです。皆さん、本当に物価高の中で税金や社会保険料を真面目に納めていただいてます。じゃあそのお金を、なけなしの金をどこにいくら配分するのかは一体誰が決めるんだ。ご存知のように国会議員が一連単位で全部決めるんですね。でも多数決なので与党が決める。もっと具体的に言うと、自民党の国会議員が皆様から集めた税金や社会保険料の使い道を決めるんですけれども、本当に裏金の網でも彼らに決めさせて大丈夫かと思うのは私一人じゃないと思います。大丈夫ですか皆さん。政権交代というのは、その金庫、なけなしの皆さんから集めた税金や社会保険料を国の金庫に入れて、それを大切に皆さんの不安をなくしていく方法にきちっと使う、そのきちっとした役割を担えるのは金まみれの自民党なのか立憲民主党なのかという、こういう選択なんですね。皆さん、ずっと自民党がやってるから自民党でいい、そんなわけありません。他の先進7カ国はこの10年で日本以外は全部政権交代しました。つまり皆さんの生活を良くするために、この政権はダメだと思ったらパッと変えるんですよ。政権というのは皆さんの生活を良くするための手段、便利に活用をしてほしい。我々立憲民主党、そのお金の使い方、今自民党の
現政権を見てますと、どうしてもこのパーティー券がたくさん売れるとか、企業団体献金がいっぱい集まるとか、そういうところに手厚く配分されちゃうんですね、予算が。金がないと後回しになる。少子化対策も後回し、非正規雇用対策も後回し、これ地域の本当に大変な問題も後回し、研究開発にも後回しになる。金にならないところは後回しになるのが自民党政治の私は本質だと思うんです。私たちは企業団体献金を全面禁止する法律を国会に出しました。他の先進国でもなされている癒着防止の措置なんですよ。自民党公明党の反対で法律が法制されました。私も自民党石破さんが総理大臣になって少しは変わるのかなと少し思いましたけど、皆さんの中には大きな期待を持った方もおられるんじゃないでしょうか。しかし自民党を変えるつもりが自民党に変えられてしまった。しかも非常に早く。これ自民党はいろんなところで街頭演説で新しい自民党です、自民党は変わります、幾度に今選挙中おっしゃっておられますが、あの石破さんですら変えられないということは、他に皆さん変えられそうな人の顔が思い浮かびますか。自民党の中ではあの石破さんですら自民党を変えるつもりが自民党に変えられちゃったんだから、もう誰も変える人がいないというのを石破さんが自ら証明したと同じことじゃないでしょうか。でも皆さん悲観する必要はないんです。これだけ我々は一生懸命真面目に働いて長時間先進国の中でも働いてるんです。なんで給料が上がらないんだ、なんでこんなに雇用格差大きいんだ、教育格差も激しい。しかし日本はまだ打っていない切り札があるんですね。一つそれが政権交代ということです。ぜひ皆さん、我々は教育費の無償化、大学の無償化を段階的に進めます。財源は富裕層、お金に余裕のある方々にもう少し税金をご負担をいただきたい、累進強化するということを申し上げています。格差是正と同時に財源が生まれます。そして非正規雇用を正社員化する、ヨーロッパで出されている法律を我々も国会に提出して成立させます。ヨーロッパ諸国は契約社員が原則禁止です。もう日本は本当に劣悪な働き方が経団連の前身の経済団体の提言で、今4割も働く人の4割もが非正規雇用になっている。そして自然エネルギーを徹底的に我々は投資をして、10年後の日本の大きな飯の種にします。日本は四季があり、四方が海に囲まれていますので、自然エネルギーの可能性は世界一ある国なんです。火山もある、地熱発電もできる、まあ、こういうような徹底的なことで地域も農業、観光、自然エネルギーでですね、再生をしていくというのが立憲民主党です。私たちがなぜそれができて自民党にできないのか。自民党は先ほど申し上げましたように、金の力でパーティー券売れる、企業団体献金いっぱい集まる、そういうところに予算配分を手厚くする、こういう非常に深みがあるんですね。我々はそういうのはありませんので、本当に皆様の不安を取り除くところに集中的に皆様から集めたお金を投資することができる、まあ、こういう政党です。消えた年金問題、そして子ども手当や、あるいは高校授業料無償化もかつて民主党政権で日本で初めて導入しました。ぜひ政権が変わるということは、今まで懸案だったこと、不安に皆さんが思っていることが一気にですね、解決に向かうということなんです。皆さん、ぜひこの地域では川内宏さん、もう非常に激しい今戦いをしております。川内宏さん、ぜひ皆さん勝たせていただきたい。
川内さん、国会での活躍は本当に国会議員2、30人分あるんじゃないかと私は思っていて、破壊力のある質問、そして政府を動かす情熱、これによってですね、随分多くの人が救われています。ぜひ国会に戻していただきたい。徹底的にしがらみなく戦う国会議員がきちっと議席を得なければ、この国は金まみれの人権政治に絡め取られて20国、30国、40国にどん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 進んでいくです。ここで反転をする、歯止めをかける決断は皆様の手に握られた投票用紙、これをどう使うのか、投票行かないで捨てちゃうのか、立憲民主党に入れるのか、まあ、今までも自民だからまあ一家で入れるのか、ぜひ皆さん、皆様方の将来、可愛い子供たちの将来もかかっておりますので、川内博さんに大きなお力をいただきたいということを桜島の皆様にお伝えをいたしまして、私の川内さん応援のメッセージをいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。長妻明さん、長妻明が大臣より川内博応援のメッセージを、熱いメッセージをいただきました。ぜひ投票に向けて桜島の皆様方の大きな大きなお力を、川内博士に加わりますよう、心からお願いを申し上げさせていただいて、この場をお借りをいたしましても街頭演説終了させていただきます。また来ますから、また説教しておきますから、どうか待っててください。ありがとうございました。